っさ。おお、でかい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 。だったなあのバイトシーンは、しかもめちゃくちゃ引いて。おはようございます。 OSP プロスタッフの林光大です。今回はね、地元の山口県に、帰ってきてるんですけど、ここ数日ね、気温も水温も下がって、朝はね、もう気温も一桁台で、水温がだいたい14度ぐらいで、まあ上流なんか行くとも流入している水は一桁っていう感じの。山口県結構魚のアベレージが大きくて、水温がこう下がっててもシャローにね残ってる魚っていうのは結構多いんです。で、まあそういった魚をね、今回表層だったり、まあ、あとピクロだったりっていう、こういうルアーでね、攻略できればいいかなと思ってます。朝一ピクロです。今日のメインになるかな、ピクロでちょっとミドスト、ミドストっていうかピクストしながら浅いところにいる魚を狙っていきます。結構ねチェイスもあるんで、魚がねでかいんですよ。ここ普通に50アップいますからね。で60もいるし、でかい。おお、でかい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 。いいサイズだ。ピクロがバーンって消えた。よし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 。先の先端。消えてたな今。岩の影から。これ入ってるもん口の中に。まだ行くか。よっしゃー、おっしゃ、口でかでかい口が、よっしゃピクロフィッシュ、ね、がっつりピクロ食ってるよ。めちゃくちゃ綺麗な魚。いやー、しびれる。いきなりね、ピクロパッと消えて口の中吸い込まれたから、ずっとね、チラ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 ピクロ見えてたんで、急に消えましたね。で、今釣ったのがね、そこの岬ですね、岩盤の岬。ほんと岸ギリギリ通してるところで、このね、ピクロをこうロールさせながら、ほんとはね、こう
シェイクして振りながらピクロをロールさせてると、あ、下から出てきたのかな、うん、ちょっと映像見ないと分かんないですけど、急にね、やっぱラージ口でかいから一撃でこれ吸い込むから本気食いですね。お、2匹もおる、きれい、きれいよ。よっしゃ、飛んできた今。見ました、やば、すげえ食い方でかいっすよ、しかもこれ。いやー、これ取りたいな、めちゃくちゃでかい、すげえ、おら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 、これすげえ、なんじゃこりゃ。うわうわ、まだ2匹いる、他にも。サイズだからそう簡単に上がってこないだろうな。どうだ、止まるか。シュ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 、上がってきたよ。すごい、上がってこい。2点でかかってるから大丈夫だと思うけど、よしおら、でかなんじゃこりゃ、めちゃくちゃでかい。見てね、口でか、これは余裕の50アップ。エキサイティングだったな、あのバイトシーンは、ね、しかもめちゃくちゃ引いていい魚。しびれる、何よりね、バイト、ちょっとめっちゃね、脳裏に焼き付いて、あのバイトシーンが離れない。うわ、しびれる、ちょっとね、手震えそうっすもん。いや、最高。しゃーで、今ね、釣った感じなんですけど、なんだろう、バンクのちょっとへっこみのとこにたまたまバスが見えて、投げようと思ったらもう1匹いて、たまたまね、2匹いて、ちょうどその間ぐらいに向かってね、投げたら一匹がかっ飛んできてね、ピクロ、もう躊躇なく食ってくれました。いやでも嬉しい、嬉しいな、あの魚は。よし、はい、じゃあ今回使ったタックルシステムになります。ロットはレジットデザインワイルドサイドの、WSS67L プラスで、ラインが P の 0.65 で、リーダーが8ポンド、まあ、7ポンドとかでもいいですし、まあ、このラインシステムに関しては、最後でやったね、ピクロの時と同じシステムになります。
で今回ロッドが、これ、67L プラスっていうちょっとねこう大きめのワームをミドストする用のロッド、5インチとか6インチとかを、ミドストする用のロッドなんですけど、まあねあのティップも結構ね柔らかくてこうミドストしやすい程よいこうだるさで作られてるんで、まあねこのピクロもあのすごくね使いやすくて、今回ねこれを合わせました。やっぱねこのロッドのメリットとしては、まあ、ロングキャストですね。キャストした時にやっぱこのレングス67っていうレングスを使ってロングキャストできるのと、あとは投げた時の、まあ、やっぱり岸と平行に今日投げてるんですけど、その後のルアーのコース取りですね、左に倒すのか右に倒すのかでかなりねあの幅が広く取れるので、そういった後からの修正がすごくしやすくて、今回ねこのロッド使いました。でやっぱねミドスト用っていうのが基本、6フィート4インチ、レジットデザインワイルドサイドも、この他にねミドスト用のロッドって、2本あって、まあ、どちらもね 6フィート4インチなんですけど、今回ねこのロッドは67ってことで、長いからすごい疲れるかって言ったらそういうわけでもなくて、結構ねこの反復の動きっていうのはやりやすく設計されてるので、まあ専用設計なんでやっぱり今日ね1日結構投げ続けましたけど使いやすくて、あと魚かけてからもねこの使えるブランクスの長さがあるので、でかい魚ともすごくね安心してやり取りできました。ピクロは、まあ、いろんな使い方止めといてもいいし、まあ、今回みたいにミドストさせてもいいし、ただ巻きでもいいし、まあ、トゥイッチとかいろんな使い方できるんですけど、まあ、今回は、ミドスト、まあ、ピクストっていうんですけど、まあ、その使い方で、使いました。で使い方としてはこういう風にねバンクと平行に、投げて、そこからもうねシェイクしながらゆっくりリーディングさせて、ピクロがこう綺麗にねロールするように、あんまりこうスピードの緩急がないようになるべく一定のスピードでこう泳ぐように意識しながらこういう風にね泳がせて、で、ちょっとね深い2メーターとか、まあ、3メーターぐらいまで射程圏内だと思うんですけど、そこから魚をこう浮かせて食わせるっていう、そういった使い方で、今回は使用しました。気温上がってやっぱ出てくるんだな。お、来たよ。早っ。ちょうど様子見してたら、水温上がってやっぱ魚が浅い方に浮いてきてました。ね、いいんじゃないかな。いやこれロッドしっかりこう曲げれるから意外と安心、こんだけ引いても耐えてるだけで浮いてくるね。あ、フロントフック外れてる。リア1本、リア1本。うわ、危ない危ない。よっしゃー、ういな、こうすごいこう何だろう、緑がかっててね綺麗な魚だから、このちょっと水温が上がったタイミングでね上がってきた魚じゃないかな、うん、まあまあいい魚ですね。逃がします。おお、元気だな。すごいですね、ハマってます。使ったのはピクロ F の、リアルワカサギバージョン2。もうね釣りすぎて針伸びてます。もうこうなったらあの
交換しなきゃダメです。はい、伸びちゃってます。ピクロを使う時のドラグセッティングなんですけど、まあ、今このね P の 0.65 に8ポンドっていうこの組み合わせで、魚をかけた時、フッキングの時は、まあ、少しチッチッとこうなるぐらいでフッキングして、その後しっかりこう魚にフッキングが決まったなと思ってからは少しねやっぱりドラグを緩めて、出やすいようにしてます。で、ね、さっき、釣った時もそうなんですけど、やっぱりねフックがどうしても伸びる可能性が高いので、ね、どういう形でかかってるかっていうのもやっぱね遠くでかけてるとわからないんで、ドラグっていうのは緩めとかないとフックが伸びたり折れたりしてバレるっていう可能性がねあるので、ここはね注意しなきゃいけないポイント。ただまあ、水中に例えば木があるとかそういった場合はドラグも締め気味で、あんまりダラダラにしてるとその木に巻かれたりするんで、そこはねタックルシステムとかもう一回考え直して、やらなきゃいけないんですけど、今ここに関して言えば、巻かれるものもないし、沖に出しちゃえば全然ねもうオープンなエリアなんで、今はこういうドラグセッティングで、僕はやってます。あんまりねキャストがねこう離れすぎるとダメです。あくまでもなるべくこう岸にタイトにして、バスがこう見上げた時に追い込まれてるような状況、ピクロがそういう状況を、演出してやると結構ねさっきもそうでしたけどバイトはしっかり食ってくれる、ね、あれぐらいの位置、結構岸からもうほんと50センチとかそんなところに落としたいですね。これだけねやっぱ水がきれいなんで、もうこの辺だとね、バスからも僕らが丸見えなんで、この辺はもう飛ばしちゃっていいです。やっぱりねなるべくロングキャストしたいんで、まあこの67っていうレングスがやっぱりすごくね使いやすくていいですね。よし、食った。よっしゃ、倒った。よし、おお、めっちゃハーモニカ食いしてる。いいね。これまず目にも。いい魚。跳ねるなこいつ。よし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 。よっしゃー。うい。うお、ブリブリ。これもまた。これもいい魚です。いや。ね。すごいよ。これもね、ピクロこんな感じ。びっくり。なこれ重い、ウェイトすごいですね。ありがとう。朝昼夕方全部連れてくれて、ありがとう。いや、やっぱね山口県いいフィールドです、ね、関東のフィールドもいいけどやっぱ地元のフィールドもいいですね。お疲れ様でした。浅いところに残ってるねでかい魚を、まあ、今回はピクロを使ってね攻略することができました。で、まあ、このピクロね、すごくね投げやすいし、まあ、すごく使いやすい、あと使っててねすごく楽しいルアーなんで、うん、今回もねバイトシーンすごくねエキサイティングなバイトシーンも見れましたし、ね、すごくこのリザーバーのシャロー攻略おすすめのルアーなんで、よかったらねこの釣り試してみてください。ありがとうございました。